こんにちは、すのこです。星のカービィ B デラックス、続きやっていきましょう。さあ、ストーリーの方ですね、こちら 100% するのがローアの中のね、チャレンジみたいなやつをクリアすると100になるんだけど、その前にエクストラ行っちゃいましょうか。どうせね、エクストラの方でもローアの中のやつやると思うんで、行きましょう。それでは、またまたカービィの物語がスタートするのであります。ここは天気のいいポップスター、虹が宙をくるりんしていますよ。いつものイチゴのケーキを持ったカービィたち、仲間たちはどうしてるんだろう。これわしにもよこすんじゃぞいって言ってんのかな。やれやれだぜ。そしては、よはい、ぐちゃぐちゃ、はい、かわいそうイチゴのケーキ悲しい。そしてロアがポポポポポポのおなら出してるみたいだね、あれね。あーあー、すげえ、よくこれでワープしてきたな、何にも落とさずに。はい、ハゲツルツルになって落ちちゃいましたね。行ってみよう。おお、ポポポポ落として、なんでかくれんぼしてるんかね、あの落としたパーツたちが。普通に落ちてるんじゃなくてね、なんかパズルの先にあったりするから。そしてん?デジャブかな?君はって出てきてなかったわなんで開いたの?ローアが開けてくれたのか。はあ?カタ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 、120個あったのが0。あれもない、これもない、あれもこれもない、どれもこれもない。あの最初の時、あの僕メタナイトの服何回見てもちょっとおもろいな。なんか湯上がりの湯上がりみたいな感じ。任せるんじゃぞい、わしらに任しとけ。ありがとう、見て、場所はここだ。また綺麗に分かれますね、ほんと何回見ても綺麗に分かれる出た、頭からトゲ。カービィが手上げたらね、頭からなんか角が出てるみたい見える。よし、またまた冒険の始まりなんです。カービィ ウィーデラックスエクストラ、もう一周待ってますからね。そしてこちらでは、お助けマホロアは使わずに頑張っていきたいと思います。非常にね、難しいよって言われてるんでね、ちょっと怖いですけれども。リポデーじゃねえや、元気、もうあのね、怒られました、元気ドリンクあ、それでそうだ、昨日の動画でね、僕タランザ、砂かけタランザとか言ってたけど、まさかね、あのセクトニアの昔の姿っていうのが全く失念してまして、おかしいな、ロボプラ僕 100% やってないのかな。ロボプラじゃねえや、トリプルデラックス、ちょっとあんなアリシヒの姿が出てましたっけ。すいませんでした、ちょっと直しときましょう後でね。ということで、さあレベル1クッキーカントリーへ行ってみましょう。あれ、なんかデフォルトでワドルディだっけと思ったら、お面してたわ、忘れてたお面してんの忘れてた。よし、もういきなりふざけてるじゃんね、カービィね。ということで、またステージ1からやり直しでゴンスあー、ちょっと待って、あー、あったあったあった。さーて、今日のお面何でいこうかなーとかっけー、ダークメタナイトで行ってやるぜ、かっけーから。うし、ダークメタナイトで行く。ステージ1の1は本当に HP めちゃめちゃ少なかったんだけど、さっき見たら。お裾分けプレイでいつでもどこでもみんなで冒険。もうここら辺はね、悲しくなるんで飛ばしていきましょう。いくよー。さあ、簡単には簡単には行かせてくれないぞ絶対。よし、ほらほら、この HP を見よ、やばいな。よし、ここでソードになって、あらお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 ら、あれ、あぶね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 、もう簡単なダメージが命取りだから、おらおら強いんです。テク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 
テクマクマヤコン、ほらズズズイート、おいぽよ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 、お掃除ですか、リリリ乗れ。そういえば86秒待つやつとか全然できてない、エクストラの方でね頑張ってやっていきたいと思います。ほら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 、ニュン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 、いてやばやばいぞこれ、あんだけちょろっと食べ食らっただけでエナジースフィア、何だったか忘れちゃったけどエナジースフィアだった。エナジースフィアね、覚えておきましょう、エナジースフィア、あれはエナジースフィアと。さてと、これは、Y で能力捨てて、いやマホロアの後だと本当にね、マホロアがマジ強すぎたからマホロアになりたーい。ほら危ねえ、おいてい、てい、てててい、これどっち行ったらいいんだ、あん、これちょっと心もとないんでね、なんもないよね、よし行きます、そい、なる、なるはやで行きましょう、なるはやで。まだね、でもねこの HP の少なさはもう別ゲー、もはや別ゲーだから、もはや別ゲーですよこれは。よし、なるべくしっかりと全部取っていきましょうね。はい、近づいてズガーン、画面割れちゃった、あー嘘食らってた、ちょ全然アイテム出てこないんだけど、あれこんな出てこないっけアイテム、やばちょ、マジでやばいやん、えマジ、なんかちょろっと出てこないのアイテム、あれこれき、これきついな多分、こんなアイテム出てこないっけ、あれちょっとノーマルモードをね思い出してほしいんですけど、ああいうのね倒したらめちゃめちゃ出てくるんですよね、やばマジこれあれちょっと待って、エクストラやばくないこれ、あやばいやばいやばい、ちょ吸い込めばよかった、はいこうか、はい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 、吸い込んで吸い込んで、ちょっとやべえなこの回復なし、やべえな、はいテクテク、はい吸い取る、はい、本当に回復アイテムめちゃめちゃ重要ですねこれ、これはちょっとなめ、あっぶない舐めたらあかん、これは舐めたらあかんで、さてとどっちで行こうかな、火で行こうかな、いや剣、剣の方がいいかな、剣の無敵で勝ち上げて、え食らってる僕、よしオッケーオッケー、危ない、ちょっと待って、これ見、これ見ようか、異空間への入り口はスーパー能力のパワーにより引き裂かれるようにして開かれた、時とともに空間は閉ざされていくが、スフィアのある場所のみのみ残され、ローバーが取り、ローパーが飛び回っているようだ、世界のソードマスター行け、よしよし、ちゃんとガードもしていきましょう、すごいなんか色が変わってない、危ね、勝負、おおすげえジグザグ、なに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 、これ怖い怖い怖い、やめて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 、はいよし大丈夫でした、よかった、ちょっと無敵をね使っていきましょう、なるべくあのドリンク使わないで、こういうのがもう回復なのこのチェリーにタッタッタって言って、そういうレベル、やべえな、ほんとほんとに別ゲーやん、なめたらあかん、やりました、クリアしたらさすがもらえるよね、よしちょっと1を目指して
はい、どうでしょう。手応えはあり。おい、回復なしかよ。やるな。やりますね。マジキツじゃん。やべえ。もうステージ1の1から全くぬるゲーじゃなかったんだけど。やっば。これはなかなかですね。さーて、あ、リーフもらっていこうかな。リーフ強いから。ちゃーって、よし、オッケー、行こう。おらおらおら、ちょっと怖いんでね、サクッとと言いつつもしっかりと行きましょうか。ブルブルーン、トルネードが強いって言ってたな。でもな、はい、ポップスター、ポップスターじゃないや、ワープスター。みんなに言われちゃったもんね、これはポップスターじゃありませんって。今そこの土地にいるのがポップスターですってね。これはワープスターですね。いくだー。なんか原住民の被ってるお面みたいになっちゃったな、ダークメタナイトが。原住民みたいになっちゃったな、これ。よし、さあ、これはちょっと99機あってもやばそうな雰囲気しますけども、これはこれ取れってことだよね、きっとね。はいはいはい、ほら、はいはい。ちょっと慎重すぎるかな。危ない。あー、もうやっちゃったのか。これ多分取った方がいい。よし、ほら、はいはい、これを、はい、どこにあったっけな。あれ、これ上になかったっけ、エナジースフィア。エナジースフィアだったっけ。やべ、もう忘れたかも。よし、いけいけ。やっべ、マジ回復ね、半端じゃねえなこれ。よし、オッケー。あ、これか、これで先にこれをして、はい、イエイ。おお、危ねえ。ニードー、下から突き刺す、突き刺し。あぶね、うっそ、マジ本当にやばすぎるでしょこれ。やば、やばすぎる、やばすぎる。回復アイテムないのやばすぎる、マジで。ここ、あ、あそこ、あれか。よし、あ、ここはないんだっけ。よし、オッケーオッケーオッケー。なるべくちょっと全部ゲットしたい。うん、これちょっと前、飲んじゃおうかな。ごっくりごっくりごくごく、ありがとうございました。よし、ちょっと死にそうだったんで。こんにゃろ、こんにゃろ。あ、強くなってる、ギガントエッジ。あぶねえ、うっそ。ちょっと待って、一発でめちゃくちゃ食らってんじゃないか。やばい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 、怖すぎる。あぶねえ、おっぶねえ、よく避けた。よし、あぶな。もうスレスレの戦いですもん私。よし、
これで全部取れたと。あぶね怖すぎる。あークリアできた、よかった。さすがに1だとね、1だともらえるはず。あちょっとずれたかも。あずれた、めちゃくちゃずれてる。やばいぜ。難易度やば、こんなに難しかったっけエクストラって。ふう、なかなかやりますね。これは恐ろしい、これは恐ろしいでござる。大抵この最初に出会う敵のやつをコピーした方がいいって言うよね。しなかったけど。しなかったけどさあ、うわーこういうのも当たりたくねー。はい、おスパーク、これなんだっけ、ここは別にないよね。でここにあるっていうのは覚えてる。下にあんのは覚えてる。記憶力が試されるぜ。よし、ビリビリビリーン、はいビルーン、はいビリビリーン。マジでアイテム落とさねえんだな、やば。よし、こういうとこないかな、ないか。あよっしゃ、よし、ほい、ワンナップ、ワンナップ重要ですね、これ。うん、これは能力捨てて、よし、あれこんなもんだったっけ。このファイヤーもらっちゃおう。はい、んこっち、これないよね、何もね。ないよね。行きましょう。ほらほら、あれこれ、あれ。あら、ちょっと待って、え、あこれでいけってことか。よし、これでこうですね。ああなるほどなるほど、全然関係なかった。あーこれね、戻ってこいってことね。はいはいはい、ほい、よし、戻ってくる系でしょ。 OK、 お待ちよー、お待ちよー。はい、危ない、余裕だぜ、全然余裕じゃないっていう、怖いですね。あぶねえ、なんか上勝手に進んでった、ビルルルルってやって。ふぅ、ドキドキする。よし、まあ、気にせず行ってと。 OK、 親子親子を躊躇なく落としていくっていう。イエーイ、ほらほらほら、よし大丈夫かな。はぁ、あ、ハラハラする。ドロドンドロドン、いて、え、あートゲあったの見えてなかった。ルン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 、あ、楽しんでたら、やべやべやべ、ちょっと待って、これ食らえないぞ、やばい。うわマジかこれトゲ刺さってるっていうね。うわマジっすか。よし、こんにゃろ、いってまし、ほんと。よし、これで火の玉ボーイになって、おいちょっと待って、危な、危なかった。あれ、こ、あここじゃないの、この先か、ちょっと待って、あーよかった。危ねえ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 、
危な。はあ。これやりますか。イエイ。フェスティバルして。みんなー。あれ。あれ。あれ。ちょっと待って。フェスティバルどうやるんだっけ。ミーだった。なんでボタン何目も押してんの。イエイ。おお。すごっ。フェスティバルいいやん。お肉出る。やったぜ。ふう。いやーきついね。これ来たんじゃない？よし。で1だとさすがにもらえるよね。ノーマルの時はマキシムトマトない。回復要素がない。恐ろしいぜ。やばやばはあ。はい、というわけでエクストラに顔を突っ込んだわけなんですけれども、いや確かにこれは厳しいっすね。でここでお土産アイテムをまたよいしょ、お土産アイテムをまたセットできるというわけですな。やっぱ回復系がね重要なんで、マキシモトマトが24個あるんでね、そこは結構助かった感じですけども、これは多分後半めちゃくちゃやべえぞ僕。やばっ。ということでワイワイマホラーランドいっておきましょう。いやー恐ろしい。よし、マホラーランド来ました。やっておきましょう。刹那飲み切り100挑むぜ。でも1位取れたもんね。念願の1位は前回取れました。でも14だったもんな。やったぜと思ったけど14っていうね。よし、インクサンズ。おお、すごい。これ本当に本当に人いるんだろうねきっとね。カービィかわいい、生姜焼きおいしい。よし行きましょう。お、今回メタナイトだからちょっとかっこいいぞ。行きます。あーちょっと反応遅かったかな。いけ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 。6、7、残念。98人抜きでした。ちょっと待って。僕ちょっとずつ上手くなってる。14になってるけど、でも2位だって。14で悔しいです。イエイ、バルーンボムクラッカー、イエイ、元気ドリンク、これが、99枚ですよ。もうやばっ、めちゃめちゃかっこいい。いやーちょっと次100いくんじゃないの。これ100いくからなんか記念にやりたいね。一気にマホラランド終わらせたりしますか。どうしようかな。マホラランド終わらせて100の先あるのかな。スタンプラリー次回ちょっとマホラランドを全部制覇しさっちゃおうかな。ということでよかったらまた次回も見てください。エクストラやっぱレベルが高くて怖え。でもなんとかね頑張って進みますので、よかったらまた次回も見てください。それではつちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。